ガクトが15日、X を更新。大阪で13日まで行われていた音楽フェス。ミュージックサーカスに出演した際に観客から胸を触られる。セクハラ被害に遭ったことを明かした韓国出身の DJ、ソダについて言及した。ガクトは言うか迷ったけど、やっぱり言わなきゃ気が済まないから長くなるが呼んでくれと切り出し。DJ、ソダのツイートに派手な格好をしてるから格好に問題があった。などのコメントがあったが、どういう神経だ。それをやった人間は犯罪を犯しているわけだ。1万%犯罪を犯している方が悪いと憤慨。続けて誰がどんな格好をしようが個人の自由。それに対しそんな格好をしているからなどと。当然のごとく言うこと自体がおかしい。まるでやられた方が悪いようなコメントじゃないか。自分の好きな格好ができない、そんな国にしたいのか。本人が被害だと感じたらそれは犯罪にもなると持論を展開した。そして世の男性に向け、胸を触りたかったらどさくさじゃなく、正面から口説きに行け。同じ男としてダサい。僕らはさ、かっこよい男でいるべきだ。いくつになってもと訴えた。DJ、ソダの被害を受け、主催者のトライハードジャパンは15日、声明を発表。今後、映像などでセクハラ行為を行った人物を特定し、法的措置を取るとした。